はい、ダメさん、こんにちは。あなたの心の、わしはここに住まむと住まわった日の岬神社に住まわったスサノオ大地博です。はい、何を言ってるかちょっと分かりませんが、本日はこちら豊橋市にございますスサノオ神社に来ております。里社、村社とございますけども、こちら村社、すごく小規模な神社でございますけども、この地域の方々に大事にされてるんだなっていうのが、どこ行っても言ってるな、これもな、分かるとこです。っていうのも、その、市でとかですね、そういうのが新しくなっているっていうのもございますし、きちっといろんなお祭りできるときに、多分地域の人が多分みんな力を合わせてするんでしょう。そういったやりやすいような設備というか、そういうのを整えられております。で、普段ね、祭祀とかがないときにいろんなものを置いとくとぐちゃぐちゃになりますし、カラスとかもたくさんおりますし、今汚くなるんでね、そういうのをなるべく最小限にという形ではないでしょうか。いつもね、ここの前の道をですね、豊川に私住んでますけど、豊川から豊橋行くときに、通ってるときにね、帰りに、あ、ここ神社あるな、気になるな、気になるな、気になるなと、気になる三拍子でね、降りました。で、ついに本日、寄ることができましたけども、こちらに小さいお社もございます。こちらに連結してる多分4社か6社ぐらい祀られてるものですね。あちらにも小さいお社がありますけども。一つはアマテラスっていうのを読めました。あとは全然読めません。で、その何を祀っているか何を祀っていないかっていうのを分かられて、大切にされているのか、その辺はちょっと謎なんですよね。そういった部分もやっぱり謎めいて残っておりますんで、まあ、スサノオで間違いないんですけども、そしたらね、イタケルがいるのかとか、大土師がいるのかとかね、いろいろあるでしょ。大山栗がいるのかとか、すごく豊かな、農業地帯にございますんで、大国主系つながって結局有月高彦根の方になるんじゃないかなと僕は見てますけど、でね、謎はね、意外にね、近くにねヒントがあったりするんですけど、この石碑も読めんし、これなんて書いてるのかちょっとわからんんだよね。なんて書いてるかわからんものが多いです、実際。で、境内の端っこに一つ、またこれさらに謎のお社があったので、そこをちょっと行ってみましょう。中からも行けるんですけども、一応外出て、鳥の外からという形で撮らせていただきました。こちらですね。これ皆さん何だと思います？ここのお社、まあ中にあるその御幣みたいな感じのございますが、反対向いてるんで、もうそれはちょっと飾りとしてわからんかったんだと思いますけども、すごくここなんかすごくいいんですよね。多分水神系じゃないかなと僕は思ってるんですけど、はい、スサノオということは多分クシナダ姫も多分向こうにおられると思います。で、兄弟であったアマテラスもおるし、お母さんをどっかにいるだろう、ひょっとしたらお母さんかもしれないですね。ということで、感じるがままに、感じるがままに行動して、感じるがままに喋っております、大地博です。ということで、本日は豊橋市にございます村社スサノオ神社でした。それでは次の一旅でお会いしましょう。アディオスアミゴス。
はい、どうも皆さん、こんにちは。あなたの心の通りゃんせ、通りゃんせ。ここはどこの細道じゃ。天神様の細道じゃ。ちょっと通してくだしゃんせ。これね、ちゃんとまともに歌ってないのは、著作権とかそういうのめんどくさいからです。大地学です。はい、本日はこちら、豊川市にございます。北野神社に来ております。天満宮ですよね。橋尾の天神様としてですね、ここの地域の人たちにとてもとても大事にされてるっていうのがもう見てわかりますよね。すごく小さい、あのシンプルなこの本堂しかない、本殿しかないところでございます。で、まあ畑、周り一面畑です。あっち見てもこっち見ても畑の中にポツンとこちらだけあるというのもね、地元の人にすごく大切にされてるっていう証拠ではないでしょうか。北野神社ってとこは味噌ですね。北野天満宮、色濃くこちらの地域っていうのは京都の方の影響をすごくなぜか影響を受けてるなっていう感覚があるんですけど、それはなんでか。鴨氏がこちらまで来てるからなんですよね。いわゆる尾張氏と言われる一族、まあ、令和そっちの方だと言われてます。物の部とかね、そっちの方だと言われておりますんで、やはり鴨氏の御親を祀るということがたくさんございますし、こちら天満宮ですから菅原の道真公ですし、まあ何かしら雷の関係が多い、火の神様も関係が多いということでですね、鴨分け雷とかとも関係がすごくあるご祭神ではありますので、どうやったらか、どうやったらかの、どうしてもつながっちゃうっていうことでもありますけどね、はい、今日はすごく快晴でして天候に恵まれております。こちらの三河の地域というのは冬場になるとすごく風が強いです。通り道なんですよね。日本海からの風がずっと鈴鹿の山脈の付近を通って抜けていく通り道でして、ここから北側は ずっとあの山岳地帯になりますんで、そちらは風通っていかないということですよね。なので風がきついです。風の通り道というところがキーポイントですね。はい、ということでこちらすごく綺麗にされてますよね。北野神社でした。次はどこの神社でこういう風にお届けするでしょうか。こうご期待ください。次回の一旅探求編、気になる神社探求編でお会いしましょう。アディオスアミゴス。